自民党にとっては大荒れの都議会議員選挙終わりました。笑いが止まらないのは都民ファーストの会ですけども、ここでですね、改めて都議会議員とはというのをね、考えてみようということなんですが、そうです、今日のコメンテーターはですね、ジャーナリストの鈴木哲夫さんです。どうもお疲れ様でした。おはようございます。おはようございます。127人いるんですね、都議会定数、そうですね、でそれで結構いい給料を取ってまして、はい、昨日その金額がね、新聞各紙に出てまして、で今はですね、報酬まあ、なんて言いましょうかね、小池さんが、半分にして、はい、で都議会議員もそれぞれ、しょうもねえなって言うんでね、その通りですね、2割減ぐらいにしてる、はいはい、わけでしょ、だけど国会議員の文書交通なんたらかんたらってよく言われる100万円、はい、あれに匹敵するお金が政務活動費っていうんですか、ね、50万円50万円、月にねついてるということは年間600万ですからね。だからざっくり、まあ、報酬が、1300万と600万足せば、ということになりますよね、いずれ戻すでしょうからね。いやいや、そうですね、正規の、そうですね、様子を見ながら、それでこの頃ね、鈴木さん思うのはね、国会議員も含めまして、いわゆる政治家というね、国を動かしたり自治体を動かしたりする、そういう人たちがね、家業化してますね。そうですね、いわゆる酒屋は酒屋を継ぐとか、何屋は何屋を継ぐとかいうようなことで、政治家が政治を継ぐという、何分の1ぐらい、そうですか、国会議員なんで。いや、まあちょっときっちりと調べてませんけれども、家業を、ほとんどというか、要するにね、職業なんですよね、一つの。で、これ典型的なのは名古屋の河村たかし市長という、非常にいいか悪いか分かんないけど、個性的な、市長なんですけど、800万円、で河村さんなんかも実は持論なんだけれども、やっぱ政治家っていうのはそのボランティアでなきゃいけない、で河村さん自分でちゃんと仕事持ってるわけですよね。なるほど。でボランティアとしてやっぱり奉仕として政治をやるべきだ、だから報酬はそんなにいなくていいんだと。そんな思想、そんな世界からもうはるか遠いところに今、日本の政治家っているじゃないですか。だから要するに何年かやればそれでいくら入ってきてと、で確かに落選するともうただの人ですから、もうそういう意味ではやっぱりできる限り給与も高い方がいいでしょうしね。だけど、そうなってくるとやっぱり給与がが高いとか、定数もっと削減すればいいのになんでこんな多いんだって話になって、昔岸内閣の時に藤山愛一郎さんというね、財界から来た人がいて、絹のハンカチを雑巾に変えたなんて言われて、井戸米政治家なんだ、ね、政治家やったら何も残んなかったそうですね。いや、だからそういう意味ではやっぱりその政治というのは一つの奉仕であるというね、ボランティアであるっていう、僕はその精神っていうのはもう一回考えてもいいかなと思いますよね。基本的に言って、そのお金っていうのは目当てになると、それから地位とかね、ものが目当てになると、いわゆるそのヒエラルキーの中で上の人にこう立てつけなくなりますよね。まあそうですね。それを失うかの公認取れなくなるとかね。それからやっぱりその仕事そのものも変わってきますよ。例えば利権が生まれてたりね、そういうものにどうしても、利権に近い方に政策も歪んでいくっていうことがありえますよね。これ日本だけですか？他の西欧の先進国と比べるとどうなんですか？いや、もちろん世界全部調べたわけじゃありませんが、少なくとも河村さんがおっしゃるようなその政治はやっぱりボランティアであるべきだというのは、例えばアメリカなんかはですね、地方政治なんかそういう流れありますよね。だからもちろんこれは簡単にこの文化は変わらないけれども、例えば小池さんもね、透明化とかいろんなやっぱ改革と言ってるんであればですね、いっそこのやっぱ議会改革という意味でね、もう定数を思い切って減らすとか、何かこの議会の仕組みをね、変えるなんていうことも、やってほしいなと。議会改革するとは選挙でずっとおっしゃってましたからね。ちょっと給与を減らすだけじゃなくて、もっと大胆に本当ですね、都議会って一体何なんだと、何なんだと、ボランティアだなんてそういう発想ぐらいまで入れて、なんか改革してもらえると面白いですけど、極端な人は都庁は稼いなんて言ってる人いるねそんなすごいの作りましたよね。しかし ね、 本当ですね、我々もたまに行きますけど、本当迷いますもんねどこ行っていいか分かんないみたいな、はい